コロレットはドイツのカードゲーム。作者はミハエル・シャハト。2003年にドイツアバクスシピーレ社から発売。日本語版はメビウスゲームズ社が販売している。プレイ人数は2から5人。プレイ時間は約30分。対象年齢は8歳以上。カードを列に置くか引き取るだけのシンプルなルールだが。 欲しい色の列を早めに確保するか、カードの引きに期待するか、また自分のカードを揃えるか、他のプレイヤーを妨害するかなどのジレンマが毎回存在する。カラフルなカメレオンのカードのイラストは、シャハと自身が手掛けている。ゲームでは以下のカードを使用する。ゲーム開始前に、場に、プレイ人数に応じた列カードを置く。 各プレイヤーはどれか1枚のカラーカードを選び、自分の前に置いておく。この時、すべてのプレイヤーのカードの色が異なるようにする。その後、残ったカラーカード、プラスにカードジョーカーを裏向きによく混ぜて、カードの山を作るが、山札の下から16枚目のところにはあらかじめ、最終ラウンドカードを入れておく。また、講述する二種類の得点チャートのうち、 どちらを採用するかを競技で決定する。適当な方法で最初のプレイヤーを決め、ゲームを開始する。以下の進行は3人から5人でプレイする際のものを記す。2人でプレイする際の異なる部分は講述する。手番が来たプレイヤーは以下の2種類のアクションから1つを選択して実行する。実行後は次のプレイヤーに手伝いを移す。 全員が列を引き取ると、ラウンドが終了する。各プレイヤーは、列カードのみを場に戻し、最後に列を引き取ったプレイヤーから、新たなラウンドを開始する。引き取ったカードは、自分の前に色ごとに分けておく。ゲーム終了時の各色のカード所持枚数によって、色ごとに点数が決定する。ただし、3色までがプラスの点数で、その他は、マイナスの点数となる。 プラスとなる3色は各プレイヤーが自由に決められる。特典チャートは2種類あり、標準ルールでは同じ色のカードが多いほど点数が高く、バリアントルールではカードを獲得しすぎると損をする点数配分となっている。ジョーカーは点数計算時に好きな色のカードとして使用して良い。プラス2カードはカラーカードとは別計算で1枚につき2点加算される。 山札が残り16枚になり、最終ラウンドカードがめくられると、代わりにその下のカードを引いた上でゲームを進め、全員が列を引き取ったところで終了となる。点数を計算して、最高点を獲得したプレイヤーが勝ちとなる。得点チャートは、標準ルールを採用し、最終的に以下のカードを獲得したとする。プラスとなる3色は大々、青、茶とする。ジョーカーは、 すでに6枚ある代々に使っても意味がないため、青か茶として扱う。今回はジョーカーを青と見なし、青は4枚となる。獲得した点数は2116から3から1、4イコール37点である。二人でプレイする際は、以下の点が異なる。発売元はすべてアバクスシュピーレ社。ありがとうございます。